フランツ・イエーガー・シュテッターは、オーストリア出身で、第二次世界大戦中に、良心的兵器拒否を行った人物である。カトリック教会の殉教者であり、副者である。出生名は、フランツ・フーバーであった。イエーガー・シュテッターは、良心的兵器拒否が元で死刑に処されたが、死後殉教者として、カトリック教会から列服された。1994年には、 マサチューセッツ州、シャーボーンの平和主義者記念館に、良心的兵器拒否に関する彼の言葉を載せた、制道性の銘板が掲げられた。イエーガー・シュテッターの生涯は、テレンス・マリックが監督した2019年の映画、名もなき生涯で取り上げられた。ザンクトラ・デングントにあるイエーガー・シュテッターの農場、イエーガー・シュテッターは、1907年5月20日に、オーバー・エスター・ライヒ州、 ザンクトラデグントというザルツブルクとブラウナウアムインの間にある小さな村で生まれた。ホテルの部屋係をしていた母、ロザーリアフーバーと農家の父、フランツバッハマイヤーの間に生まれた非着室子であった。両親は結婚できるほどの余裕がなく、最初に彼の面倒を見たのは祖母にあたるエリーザベト・フーバーだった。実の父は、 第一次世界大戦で亡くなり、母が1917年に、ハイン・リッヒ・イエーガー・シュテッターと再婚した際に、夫妻の養子に迎え入れられた。彼は、ハイン・リッヒの母の影響で読書に親しむようになった。若い頃のイエーガー・シュテッターには、そやな人間だという評判もあったようだが、外して彼の生活は、オーストリアの一般的な古作農のそれであった。彼は、農家として働きつつ、 1927年から1930年まではアイゼンエルツで鉄鉱石の採掘人として働き、その後ザンクトラデグントへ戻って1933年に養父の農場を引き継いだ。1933年には施政時のヒルデガルトアワーを引き取った。1936年の正木曜日にはフランツィスカ・シュバニンガーと結婚したが、彼女は 信心深い女性であった。結婚式後、夫妻は、ローマへ巡礼の旅に出かけた。妻に、感化されて、聖書をよく読むようになったイエーガーシュテッターは人が、変わったようになり、妻との間に3人の娘を設けた。1938年3月に、ナチスドイツがオーストリアに侵攻した際、イエーガーシュテッターは彼を、ザンクトラデ軍との村長にという申し出を断った。 同年4月10日に行われたアンシュルスに対する村民投票では彼は村で唯一反対票を投じたが、それでも地元自治体は彼の反対票を亡き者として全員一致の投票結果だったと発表した。1940年6月17日に初めての徴兵を受けた後、33歳のイエーガーシュテッターは10月に再びドイツ国防組へ徴兵され、 エンス中東軍で訓練を完了した。彼はヒトラー先生を拒んだが、1941年4月には農民としての兵役免除を受けて村へ戻っている。政治団体にも属していなかったし、短期間兵役訓練を受けたこともあったにもかかわらず、彼はハンナチスを公にすることを厭わなかった。1940年12月8日には、フランシスコ第3回に入り、 1941年の夏まで地元教区の教会で西武室係として働き、その間4度にわたって徴兵を延期した。軍隊での経験、教会への弾圧、ナチスによる T4 作戦の報告を目の当たりにしたイエーガーシュテッターは戦争の大義について真剣に考え始める。彼は司教の意見を聞くためリンツに足を伸ばすことさえしたが、 この問題を直視することを恐れる司教の態度に失望した。ベルリンの帝国軍事法廷跡地に建てられた記念碑数度の延期の後、イェーガーシュテッターは1943年2月23日についに兵役へ着くことになった。夫妻の間の娘たちは長女ですらまだ6歳になろうかというところだった。彼はハンナチスドイツという立場を変えることなく3月1日に エンスのドイツ国防軍駐屯地に出向き、良心的兵役拒否を宣言した。衛生兵として働きたいというイエーガーシュテッターの申し出は無視された。彼は即座に逮捕、拘置され、最初はリンツ最高留所で、また5月4日からはベルリン・テーゲルで収監された。村からの司祭が監獄の彼を訪ね、王将について説得しようとしたが失敗に終わった。イエーガーシュテッターは、 オーストリアの司祭、フランツ・ライニッシュが、ヒトラー先生を拒んで処刑されたと聞き、自分も同じ道を進もうと決めた。ベアクラフトツェアゼッツングに問われたイエーガー・シュテッターは、ベルリン・シャルロッテンブルクにあった、帝国軍事法廷で1943年7月6日に、死刑判決を受ける。その後、ブランデンブルク・ゲルデン刑務所に強制送還され、8月9日の午後に、 ギロチンで処刑された。36歳だった。戦後の1946年、修道女たちが彼の遺骸を持ち帰り、故郷ザンクトラデン軍との墓地に埋葬された。イエーガーシュテッターの行動は地元で批判され、とりわけ従軍した人々からは、夫や父としての義務を果たさなかったとして、通列に批判された。ザンクトラデン軍との地元自治体は、 当初地元の戦争記念施設に彼の名前を刻むことも拒否していたし、未亡人となったフランシスカへの年金も1950年まで許可しなかった。彼の辿った運命は、1964年にアメリカの社会学者、ゴードン・ザーンが、電気、イン・ソリタリー・ウィットネスを発表するまでよく知られていなかった。巧妙な現実指導会の修道士で平和活動家の、 トマス・マートンは、1968年に書いた、フェイスバイオレンスで、イエーガー・シュテッターに関して一章を抑いている。1971年に、オーストリアでのテレビ放送用に作られた映画、バーウェイ・ゲルンでは、彼の人生が扱われ、アクセル・コーティが監督、クルト・バインツ・ヤールが主演を務めた。1989年には、彼の言葉をもとに、ユーコールメ・メという曲が作られた。 1995年には、毎年開かれる、ブラウナウ現代史の日でイエーガーシュテッターの話が、取り上げられた。1997年5月7日には、ベルリン地方裁判所によって、死刑判決が取り消された。2006年には、ザンクトラデグントに、つまずきの石志が設置された。リンツ大聖堂に収められた自筆の手紙2007年6月、ローマ教皇ベネディクト16世は、 イエーガーシュテッターを、殉教者と認定する、首都的勧告を発表した。2007年10月26日、リンツの信頼制度で、ホセサライバ・マルティンス・スー・キが指揮を執り行い、イエーガーシュテッターは、列服された。彼の記念日は、洗礼を受けた5月21日に、決まった。列服に伴い、彼の書いた手紙1通と、聖遺骨として収められた遺械の一部が、 リンツ信頼制度に保管されることになった。2009年にはドキュメンタリー映画フランツ・ジェイガーストターエーマン・オブ・コンシエンスが公開された。2019年テレンス・マリック監督による映画名もなき生涯エーヒドンライフが公開されイエーガー・シュテッターをアウグスト・ディールが演じた。作品の初公開は2019年5月の 第72回カンヌ国際映画祭で、同映画祭で、エキュメニカル審査員賞とフランソワシャレ賞を受賞した。この作品は、エルナプッツが編纂した本、フランツ・ジェイガー・シテター、レターズ・ライティングス・フロム・プリズンを原案としており、マリックが制作のための本案件を取得している。ありがとうございます。